やったー、やったー、やっとありましたー。よっしゃー、見つけたー。いやー、ずーっと海の中潜って20分以上こうね、空中からクリエイティブモードで探し続けた結果、ようやく発見しました。ほら、これがなんか新しい敵。おお、ビーム出してる。こいつすごい強いらしいっすよ。おお、イカをこう攻撃してんのかな。すげえすげえ。あれ、どこがどこだか。これがね、水中要塞らしいです。すげえたくさんいる。で、こいつらの名前が、これがね、ガーディアンっていうらしいです。この海の要塞を守ってるガーディアン。倒したい。いけ、よし。倒したいんだけどな、なかなか倒せないですね。で、海の要塞ちょっと冒険していきましょう。で、ここが海の要塞の入り口ですね。で、海の要塞入っていきまーす。おお、こんな風になってるところなんだ。やっぱ水中だから水中呼吸できるポーション持っとかないと速攻で死んじゃいますね。しかもこいつら結構本当は強いはずだから。おお、本当はここ来るの多分すごくクリエイティブモードじゃなかったら難しいんじゃないでしょうか。おお、すごい怖っ。これだ、これ。ここにね、金が隠されてるらしいんですよ。ほら、すごくない？たくさんの金がこう、すごーい。こういう風に金を集めに来れると。しかもこれ金の塊だから相当相当な量ですよね。ほら、じゃーん、金がありました。さらに他にはないのかな。で、あとね、こいつら倒すともらえるアイテムみたいなのが結構レアみたいなね、らしいですよ。レアというか、まあ今までないやつ、やつ。よし、よし。うわー、これ倒すの難しいな、魚。いや、難しい難しい。あ、下に。あと他にはないのかな。なんかね、ガーディアンっていう、エルダーガーディアンっていうやつもいて、そいつは激強らしいですよ。どっかにいないかな。これは普通のガーディアンで、エルダーガーディアン、エルダーガーディアン。いないかな。上に上がりましょう。よし、強えな。他には何かないのか。お、下にまだ道あった。おお、あ、これ今来た道か。この下は何もないのかな。あー、下は何にもないですね。いやー、でもすごい、こんな地形が新たに生成されてるんですもんね。素晴らしい。普通のやつしかいないですもんね。これも普通のやつですし、ガーディアン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 、これも全部普通のやつ。迷路みたい。おー、ここなんかすごい。中心の方なのかな。いや、特に何もないか。下行って、あ、いた！これです、これ！
これがエルダーガーディアンでめちゃめちゃ強いらしい。本当は音がやばいもんね。ブクッ、ダイヤでこんなに剣やってやっと倒せるっていう。でこれをゲットできると、すげえ強えわ。で何を守ってたんでしょうねこいつはね。いやーでもいたいた、今のがボスですね。いや面白い面白い。はーい、ということでこれが要塞でした。海の要塞、いやかっこいいわマジで。はい、ということで今回はこういった形でね、あのマインクラフト 1.8 にね、バージョンアップしてどのように変化したのかちょっとご説明というかご紹介させていただきました。まだまだあのバージョンアップしていろいろね、わかんないところありますけど、はい、なんかこういうのも活用してマインクラフトもっと楽しくできたらなって思います。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも 1.8 でね、ぜひ楽しんでみてください。以上、マストゲームズでした。バイバーイ。